どうもこんにちは、たっかきっちです。さあ、いつもたかきちチャンネル見ていただいてありがとうございます。さて、2024年も始まりました。まあ、最近なんかはね、もう1年の経過がね、毎年毎年早すぎて物忘れと老化が止まりませんね。そんな去年も、まあ、かなりね動画を作りました。まあ、多くはね、ドラゴンクエスト10のね、動画が多いんですが、まあ、オフラインだったりね、まあ、他のゲームも結構中にはあるんですけども、そんな動画をね、作り続けることができるのは、皆さんがいてくれたり、皆さんの応援があったりするからね、こうやって作り続けることができました。本当に感謝です。ありがとうございます。まあ、今日のね、そんな動画なんですが、まあ、去年のね、作った動画、再生数がね、多い5位5000ね、ランキングをね、ちょっとね、たかきちチャンネル初でやっていきたいと思います。まあ、ほぼほぼドラゴンクエスト10のね、系の、まあ、動画だと思うんですけども、まあ、興味がある方はね、よければ見ていってください。まあね、いろんな理由もあると思うんですが、やめちゃったよっていう方、多くね、プレイヤーいると思います。まあもちろんね、仕事関係もそうなんですけど、秋が来たら辞めてしまった、人間関係で来てね、辞めてしまった。まあそういった方ね、結構いると思うんですが、まあ、僕のライブ、はい、まずは第5位。復帰勢が思う疑問点を解消。遊びやすくなった。ドラゴンクエスト10。まあ、この時に確かね、ドラゴンクエストオフラインがね、ちょっとね、まあ出て、まあそろそろクリアした時かなっていうぐらいだったんだよね。で、その時に確かオールインワンパッケージが 30% オフで安くなってて、ただな、復帰してもな、あのシステムとかまだあるんでしょうだとか、辛いな、週刊だとかっていうね、声があったんだよね。ちょっと嫌な記憶なんでしょうかね。やっぱこういう報酬システムとかね。まあ、そういった復帰勢の方の悩みを解消。実はこういうこと、今やりやすくなってるよ。システム的にだいぶ変わりましたよ、ドラゴンクエスト10っていうのを紹介したかったので、ちょっとね、この動画を作りました。まあ、やっぱりね、ドラゴンクエスト10にね、人が増えることはとてもいいことだし、まあ、復帰してね、やりやすくなって、わーい、また遊びたいよ、楽しいドラゴンクエスト10やりたいよっていうね、まあ、そういった人たちがね、増えるのが十分いいかなと思ってね、まあ、これを見てね、復帰しましたっていう声も多かったので、すごい嬉しかったですね。スキル解放クエストね、このクエストを受けることによって、まあ、主人公、まあ、あとは仲間パーティーの特技や、まあ、ステータス、さらには、新必殺技をね、覚えることができます。まあ、ヒューズなんかミラクルブースト、まあ、攻撃をね、しながらヒットポイントを回復するだとか、そして、斧だったら第一列弾。まあ、マイユ・ダストンで言ったら、このね、はい、超ハッスルダンス。この回復量がめちゃくちゃやばい。まあ、さあ、続いては、ドラゴンクエスト10、オフラインから。アンルシア加入後、アンルシアが仲間になったらすぐにやった方が良いことから。こちらではですね、なんとドラゴンクエスト10オフラインでは、アンルシアが仲間になります。このドラゴンクエスト10オフラインで、アンルシアのね、人気はね、爆上がりしたんではないんでしょうか。こんなアンルシア、仲間にした後、まあ、結構ね、自由なんですよね、行く道が。例えば、アラハギ色行ったり、そのままメルサンディ行ったり、そのまま、セレド行ったりといったね、結構ね、どこ行くにも結構自由なんですよね。で、ちょっと何していいかわからないよっていう声が結構あったので、これをね、ちょっとね、アンルシアの仲間にした後、すぐやった方がいいことをまとめて動画にしました。まあ、ドラゴンクエスト10、オンラインではね、おなじみのスキル回復クエスト、200スキルね。まあ、それをすることによって、かなりね、パーティーの強化があったり、まあ、あとはね、鍵クエストがね、黒箱を開けれるようになるための鍵クエストが、アラハギ色で受けることができるので、まあ、そういったものを先にやった方が、道中ストーリーを進めながら、楽できるよっていうことをね、まとめて動画に作りました。いや、結構好評でしたね。っていう方もいると思うし、まあ、オフライン版ちょっとね、オフラインは興味ないんだけど、オンラインにはちょっと興味があって、その中でドラゴンクエストオンラインね、めちゃくちゃ興味があるんだけど、っていう方、中にはいると思います。で、ライブにもあったんですけど、ちょっとね、パッケージ、ドラゴンクエスト10のパッケージがいろいろあって、何買えばいいかわからない。といったね、まあ質問も来てました。なので今日はですね、まあそういった何を買えばいいかだとか、まあオフライン版から来た人、オンライン版初めてやる人、
まあ、ドラゴンクエスト10オンラインの世界に来てね、何をやっていいか分からずじまいっていう方も中にはいると思うので、今日はね、一から詳しくね、ご紹介していきたいと思います。はい、続いてはこちら、3位がドラゴンクエスト10オールインワンパッケージ、ドラゴンクエスト10初心者さん必見、ドラクエ10のパッケージどれを買ったらいいの、初心者さんお悩みを解決といった動画となっております。いや、やっぱりこういう系の動画はね、やっぱりね、再生数が回るうまい、いやうまいって言っちゃかんけどね、しかこれもね、ドラゴンクエストオフライン関係あるんですよね。あのオフラインの一作目、まあ、いわゆるバージョン1が発売された後に、まあドラゴンクエスト10、興味があって来たよ、この時確かライブにもすごい来たんですよね。ちょっとオールインワンパッケージっていうか、ドラゴンクエスト10オンラインのパッケージたくさんありすぎて、どれを買っていいかわからないっていう声が多かったんですよ。そして、まずね、何やっていいかわからないっていう、まあ初心者さんの、ね、ためのね、動画となっております。これ一本見れば、初心者さん初めてね、ドラゴンクエスト10オンラインの世界に来て何すればいいかっていうのがわかりやすく説明してますので、興味がある方は見てください。まあ、裏話なんですが、まあ、スタッフさんね、いつもお世話になってるスタッフさんには、一年に一回ね、この動画を、こういう系の動画を作れと言われております。まあ、なぜかというと、まあ、遅かれ早かれいつだって、ドラゴンクエスト10オンラインは、始める人は、スタート地点はね、たくさん、います。常にね。うん。まあ、そういった人たちが、まあ、ドラゴンクエスト10、はじめ何していいかわかんないから、まあ、ちょっと動画を見て、あさるか、ちょっと調べるかっていう時にヒットしやすいのが、こういったような動画なので、必ず1本作れと言われても、まあ、特にドラゴンクエストって国民的 RPG ですからね、結構ね、まあ、入り口は広いんでね、ハードルは低いんでね、まあ、みんな、やりやすいんだろうね。うん。まあ、なので、そういった系のね、動画をね、今後とも、ね、練り回して、もうくどく練り回して、僕はね、頑張って初心者さんのために、もういつも心は初心者です。はい、作っていきたいと思います。どうもこんにちは、高吉です。昨日はですね、ブレス攻撃するモンスターがかなり強化されたよという動画だったんですけど、はい、まだまだいました。モンスター、役に立つところ、それがここ、バンマノと、バンマの塔でどのモンスターが活躍するかというと、こちら、ドドン、はい、ミステリードール。続いて第2位はドラゴンクエスト10オンラインからモンスター強化、周回を楽にこなせバンマが完全放置できるからです。いや、この時確か、まあ、モンスター、強化が来たんですよね。モンスター強化がね。で、ね、やっぱりブレス攻撃はめちゃくちゃ強くて、皆さんね、ブレスを使えるモンスターにね、注目されてたんですよね。まあ、動画の配信者もそうなんですけど、ブロガーの方も結構、まあ、ベビーサタンだとか、ドラゴンキッズ、バトルレックスかな。まあ、そういったモンスターにね、頂点を合わせたのかな。まあ、それで使ってね、やはり、エンドコンテンツの、モンスターも楽々討伐とか言ってね、まあ、結構上げてたみたいなんですけども、その中で、まあ、撮る日に、ライブの日にね、ちょっとリスナーさんがね、ミステリードルいいよっていうちょっとお声を聞いたんですよ。で、まあ、完全放置できるということで、ちょっとやってみたら、あら不思議、ミステリードルくんめちゃくちゃいいじゃないっていうことで、早速ね、動画化しましたね、その時に。何より一番はこれね、バンマの塔ね、この周回っていうバンマの塔が、まあ、とにかくね、皆さん辛いんだろうね。どうにかこうにか自動化でね、クリアしたいよと。楽をしたいよと。まあ、冒険者お出かけツールだとね、ジェムを使っちゃうもんね。ポチ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 するだけでクリアするだけでもね。ただお金使っちゃうから、お金使わずにね、楽な方法をちょっと知りたいよということで、多分大人気だったんでしょうね、自動。いやー、自動化の動画、うまいな。放置動画、美味しいな。まあみんな楽したいんだろうね。今後ともこういう動画頑張って作っちゃおう。まあ、プレイステーション4、5のね、デラックスバージョンを買った人、まあね、まあ、3日前から先行権で、ね、以前もしてたよっていう方は、まあ、縛りをね、チェックして、決定してください。まあ、途中からはね、変えられないみたいので、ここでね、またね、再度、縛りプレイをね、したいよっていう方はね、ぜひとも縛りプレイしてみてください。さあ、そして栄えある1位はこちら、ドラゴンクエスト10オフラインバージョン2が始まったら何をしたらいいっていう動画からです。
まさかのドラゴンクエストオフラインがね1位に来るとは思ってなかった。この時ねドラゴンクエスト10オフラインがまだ出たばっかなんだよね。まあ僕はデラックスバージョンを買ってたため先行券、まあいわゆる3日前からちょっと早めにね人よりできたんですよね。デラックスバージョン買ってた人は、まあなので当日ね普通にやる人よりはちょっと早めにプレイできたので、まあ、バージョン2に入ってからこんなことができたんだよ、こういうことが、やるとねとてもスムーズにね快適にスタートができるよといったような内容をご紹介しました。まあ、やっぱり知りたいんだろうね、おいまだちょっと発売当日になってもないのにやってるやついるぜみたいな、初め何やったらいいか分かんねえからちょ見ようぜみたいな方がいてくれてるんでしょうね。いやーありがたい。まあ、ドラゴンクエストオフラインはね僕にとってはかなりね飛躍してさせてくれるね動画でしたね。はい、ってことでね、2023年高吉チャンネル動画再生ランキングベスト5のね、ご紹介でした。まあ、高吉チャンネルね、まあ、やっぱりね、上位に、ランクインされてるね、動画っていうのは、やっぱりね、ドラゴンクエスト10関係の動画しかないんですよね。まあ、しかもちょっとね、よく見てたら結構攻略系とかね、まあ、システム系の結構動画なんだよね。まあ、ちょっと僕のコンセプトである、ちょっと皆様を笑顔にするような動画、くすっと笑ってもらえるような動画っていうのをね、ちょっと入ってなかったんで、ちょっと結構そこら辺はガーンって感じでしたけど、まあ、高吉ね、普段からね、トーク力全然全くないので、まあ、これからはね、今年こそはね、まあ、ネタ系の動画とかでね、再生回数をね、取れるようにね、頑張っていきたいと思います。まあ、ドラゴンクエスト10以外でも頑張ってね、ちょっと動画の方、作っていきたいと思うので、2024年、高吉、頑張ってね、他の動画でも、再生回数取れるような動画を作っていきたいと思います。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。